オープンしましたマルウェイガレリア、続々とお客さんが入っていきます。マルエーガレリアは2018年に閉店したマルエー百貨店の跡地に建設され、今日1階と2階の飲食店など15店舗が先行オープンしました。1階の食のエリアには自分でアレンジできるティラミスのテイクアウト商品の店や、無添加にこだわる東海3県初出店のスーパーマーケットなどがあり、朝から大勢の人が訪れています。新しくなって中入るのが楽しみ。誕生日です。あ、今日お誕生日、はい、何か欲しいものがあれば選んであげたいなと思います。レストランなどが入る3階スペースは5月末にオープンする予定です。